お疲れ様です。お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。今広島に帰ってきたんです。もう本当に今帰ってきて、帰ってきたの。お疲れ様です。ありがとう、来てくれて。お疲れ様、ありがとうございます。やっほー、今日はお話し会ありがとうございました。もうねめんどくさくてね、セーラー服のまま帰ってきました。もうめんどくさくてセーラー服のまま帰ってきたの。やばくない？今日はセーラー服を着たんですね、話し会で。でももう着替えるのがめんどくさすぎてセーラー服のまま帰ってきました。だから今セーラー服です。違和感ないと思う。違和感ないっしょ。ありがとうございます。こんばんは、水星さん、拍手ありがとう。こんばんは、やばい、くるりん、ハートありがとう。こんにちは、おはよう。ベンチャケタルト、お疲れ様、ありがとう。お疲れ様。ロコボ結婚して、うん、ちょっと NG、 ありがとう。ありがとう。こんばんは、あかねちゃん、ハートありがとう。やすさん、花びらありがとう。こんばんは、今日もリアルお話し会ありがとうございました。ゆいちくん、かわいい、ありがとう。まーちゃん、ハートありがとう。ゆきべるちゃん、花びらありがとう。けんちゃん、レインボースターありがとう。とくりん、花びらありがとう。ゆいちくん、ハートありがとう。こんばんは、なんかハイボール団子ありがとう。さがさん、ハートありがとう。セーラー服全然着れる、いけてるかな。セーラー服かわいい。もうねめんどくさくてねセーラー服のまま着ました。もう配信だったらセーラー服見れないと思うんですけど、セーラー服見えないと思うんですけど、全身写真載せてるのでぜひ私の X とかインスタグラムはチェックしてくださると載ってますのでお願いします。マリモありがとう。こちらこそありがとう。リカちゃん、かわいい、ありがとう。タクトくん、かわいい、ありがとう。ゆきむらちゃん、ハートありがとう。渡辺さん、だるま、ありがとう。こんにちは、りょうくくん、花びらありがとう。こんばんは、ダーさん、ハートありがとう。今年3月雨多い。え、確かに多いかも。今日もなんか東京雨降ってて、東京雨降ってたけど、なんかお話し会の途中晴れてて、私がレインに出たらなんかレンちゃんおじさんがなんか晴れたって言ってたから、多分私は羽根女ですね。私がいない間はちょっと雨降ってたっぽいんですけど、私と話してる時は雨降ってないらしいから、私のレーンが始まる前はね、だからきっとそうだと思います。ジャッキー、ハートありがとう。ダンス、お疲れ、お疲れ、こちらこそお疲れ様。ありがとう。ダンさん、花束ありがとう。くにちゃん、ハート
ありがとう。こんばんは。みーくんかわいい。ありがとう。こんばんは。セラ服どうですか？今日実際にあの来てくださった方もこの配信を見てとか X とかを見てあのくださった方どうでした？セーラー服初めてなの。あのなんかコスプレ私結構コスプレやってる方なんですけど、このピンクとグレーのセーラー服は初めて着て可愛くないですか？なんか今日ねなんか本当に今日初めましての方多くて嬉しかった嬉しかったよ。めっちゃ嬉しかった。なんか初めましての方多かったの今日。嬉しくてニコニコチャンネルって感じでずっとテンション上げでした。りょくくんハートありがとう。麦茶くん花束ありがとう。そう今日初めましての方多くてめっちゃ嬉しかった。草刈さんハートありがとう。まーちゃんグッドありがとう。こんばんは。たくとくんハートありがとう。みんちゃんかわいい。あー嬉しいざますよ。嬉しいざます嬉しいざます。ありがとう。かわいい出てくて。うずくんハートありがとう。他のレーンの人からの視線恥ずかしすぎたけど、まあまあそんなこと言わずにまあまあそんなこと言わずにそんなこと言うんじゃないよ。うん、ワンピックだからねこんばんは。りんちゃんめっちゃ良かったって通りすがりの人も言ってたよ。しかも別グループの2人とも。そう今日ねニアジョイイコノイさんが全然違うか、イコラワさんとニアジョイさんとノイミーさんのファンの方が同じ幕張メッセにいて来てくれたんですよ。そのファンの方が結構なんか来てくれて嬉しいざますみたいな。めっちゃ嬉しい、ね、めっちゃ来てくれたの。めっちゃ嬉しかった。なんか今日ね初めましての方もいつも来てくださる一番ましてありがとうの方も初見さんとかもなんかずっとちょイコノイジョイさんすいません失礼しました。本当にすいません、叩かないでください。本当に訂正します。すみません、大変申し訳ございません。センチメーターって感じなんですけど、なんか来てくださって結構めっちゃ嬉しかった。なんか嬉しいありがとうございます。本当こんばんは。タクトくんハートありがとう。そう嬉しかったです本当に。今日もねいっぱいねいろんなツーショット撮れたしいっぱい話せたし、もういっぱい話したから本当にいろんな人と、だから嬉しいです。楽しかった本当に。あのツーショットとか話した内容とか、あなんかどあのなんかなんて言うんだろう、あのなんて言うんだろう、供養できなければ私のインスタグラムの DM に送っといてください。りねちゃんと僕のツーショットだよ、りねちゃんと私のツーショットはいあげるって言ってインスタグラムの DM に送ってください。私あのインスタグラムやってるのでストーリーとかもメンションしてくれたら見に行くので、りねちゃんと私の思い出だよって言って送っといてください。メンションしてくれたら見ます。ステッチーさん花びらありがとう。ステッチーさん誰もありがとう。ステッチーさんやっぱ、ね、ネジありがとう。嬉しい、なんか通りすがりの人が言ってくれるのめっちゃ嬉しいね。はじめましての方来てくれた、嬉しい本当に。これからもいっぱい布教してください。なんかりねちゃん推しさんとかがね結構ね広めてくれたりしてて、そう
とか隣のレーンから来て面白そうだったから来たって言ってくださる方も結構いて嬉しかった、本当にありがとう。なんか私ね本当にマジでお話し会好きで、なんかリアルお話し会マジで好きなんですよ。だから本当に幸せ、元気もらいました。で今回でリアルお話し会はもう最後なんですけど、正直問題最後なんですけど、なんかアルバムの発売があるらしくて、なんかアルバムとかイベントあるんかな、ツーショットとか別として、でも話せるんだったら話したいよねっていうお話。次はオンラインですね、23日オンラインお話し会で、もう今回のシングルのあのイベントはもう全部終了しちゃうんですけど、ゆうとくんハートありがとう。アルバム発売します、こんばんは。こんばんは。お、マリモ、マリモさん、なにこれ、え、すごい、なにこれ、え、ありがとう、え、すごい、桜の木、え、青春じゃん、ありがとう、え、ありがとう、嬉しい、え、お礼書くね、え、ありがとうございます、マリモくん、ありがとう、え、お礼書く、え、ありがとう、嬉しいだけ。え、待って、ちょっとさ、めっちゃ桜青春じゃない、ちょっと今ちょっとやばいポーズしちゃった。イエーイ桜、え、どう桜と、え、どう、よくない、え、ありがとう、桜が咲いたよ。ありがとうございます、お礼書くね、サンキュー。なんか大きいスケッチブック書いちゃう、大きいやつしかない、大きい格好、ありがとうございます、桜すごいね、感動的です、アブ、アルバムのイベントとかやるのかな、でもしてほしいよね、なんか STH 自体アルバムのイベントとかあんましたことないけど、アルバムはさまず発売したことないじゃん、だからどうかわかんないけど、え、絶対に発売話したいな。ですね、なんかね、そうね、今こうやってアイドルですけど、一番好きな行事が、もちろん歌って踊ることも好きなんですけど、マジでお話し会が好きすぎて、私マジ喋ること大好きなんですよ本当に。だから喋ることですごい皆さんから元気もらってます、これはもちろんねオンラインも含めて、だからすごくみんながね会いに来てくれるのモチベーションになるから。いやもう本当に感謝です、これからも頑張ってください、え、ありがとう、こちらこそだよ。ありがとうございます、どうしよっかな、じゃあ桜の花びらに書いておう、お花、まーりも、私一時期ねペット飼ってたんですよ、内海家で、私ねメダカとマリモを飼ったことがあるんですよ唯一、だからねすごいね、すごいですね、すごいね、すごいですね、語彙力、どうしよっかな、今日ね、あの会えなかった方も、あの今日お仕事だった方もいると思うんですけど、本当に労働人生お疲れ様ということで、よく頑張りましたよ、逆にねこの平日なのに来てくださってありがとうございました、今日会えなかった方はねまた絶対会いましょうな、で今日初めて会った方も絶対会いましょう、またマリモ、動物いっぱい描いちゃおう、わーいって、
わーいって。私制服着たね、制服着たね。制服着たね。女の子かけるんですよ。これからも49ね。ビッグ LOV。 OK。 マリモンくん、パワーありがとう、ありがとう、ありがとうございます。桜の塔、もうこんなに素敵な桜なのに私の画力がなさすぎてあれなんですけど、いっぱい動物描いてよ、ありがとう。マリモ、マリモ、これからも4649ね。タワーありがとう、ビッグラブ LOVE ありがとう、桜の花びらありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。よし、これを飛んで、よいしょ、ありがとうございます。あやぱんと夢の国行ってあげてください。え、あやぱんとディズニー行きたいんだけど、もうマジで卒業してほしくないよ。あやぱん、もう嫌だよ、もう卒業しないで、あやぱん本当に嫌、もうマジ。え、聞いて、今日さ、あやぱんの卒業セレモニー出る予定だって、でなんか呼ばれんかったんよ。でやばいって思って、ガチやべえと思ってガン出したよ。そしたらあやぱんって言ったら、そしたらあやぱんまだお話会中だったのに、私は間違えてファンの方のなんか外にいるレーンまで出ちゃって、スタッフさんが、ちょっとごめんなさい、ちょっとやばい、ちょっと空気がなんかちょっと興奮すぎて空気、あ、なんかスタッフさんが宇宙にちょっと出たらいけんって言って、なんか間違えてファンの人がいるレーンに出ちゃって、ファンの人のところ行っちゃって、そしたらあやぱんお話し会しててみたいな、なんかファンの人がさ、いつも後ろの方でさ、なんか待機してるとかあるじゃん、なんかメンバーの、なんかそこら辺でやばいって出ちゃって、それで戻っていこうとしたら、今度テンション上がりすぎて、あのコンタクトがボロって取れて走ったらポロってなんか取れて、コンタクトが、でなんかもうやばいやばいって言って、でなんか一生懸命コンタクト入れてですね、床に落ちた。もうほんまになんかちょっといろいろとなんかドタンバハラハラハラドキドキみたいな感じだったんですけど、すごいね、楽しかったです。ゆうちゃん花びらありがとう、ありがとう。遠目から見守ってます。遠目ってダメ、近くでお願いします。え、嬉しいよありがとう。遠目 NG で、近目でリネタン、お話し会いつも賑やかで楽しいです。え、嬉しい、ありがとう。本当に私もすごい楽しいよ。渡辺さん、出ればありがとう。ゆめかちゃんハートありがとう。ゆうとくんねじありがとう。こんばんは、こんばんは、ありがとう。ゆうとくんハートありがとう。バラもありがとう。りねちゃん、お話し会猫ミーム元気もらいました。え、嬉しい。え、なんか載せてくれてたよね、見たよ、 X、 ありがとうね。なんかあの顔ちょっと漏れてて嬉しかったありがとうございます。こんばんは。アルバム発売おめでとう。え、アルバム発売ありがとうございます。ハルルン花束ありがとう。花びらダンバラありがとう。ツーショットチキとかあったら最高。え、マジそれの、え、チキ撮りたいよね。え、チキやばいよ。ツーショットのチキとか撮りたい。ツーショットチキさ、 なくない、なんかなんだかんだ。え、てかさ、アゴにさ桜乗ってて可愛いんだけどブレ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 
うん、やばいやばい、変えるか変えるか、うん、違う、やばい変えるか、もうやばい、私配信でさ毎回変えるかコードやってる、もう本当にやばい、昨日も変えるかコードやっちゃったし、え、ちょっとスクショ可愛い、こんばんは、あの作ね、すごいね、カイトくん花びらありがとう、次対面化粧の時行くね、え、よろしく頼みましたよよろしく頼みました、またあの今日のメガネつけてきてね、首からかけたやつ、今日も楽しかった、こちらこそ、サージカルさんだるまありがとう、花びらもありがとう、こういうの結婚しよう、え、ちょっと考えておきますね結婚は、うん、今日結構いろんな人と結婚の約束だからちょっと考えてきますまあ一夫多妻制なんで私は一夫多妻制なんで、まあまあまああれですけど、お話会ありがとう、え、こちらこそありがとうございます、アルバム握手あるといいな、え、それな、握手あったらいいよね、え、てか握手ないのかな、なんかさ素手でさ握手とかはなかなかなくない、最近握手あってもなんかあの手袋つけてみたいな感じじゃない、先週末手紙出すの時間の時読んでね、え、マジ嬉しい、楽しみにしてます、え、じゃあ早く事務所行かなきゃえ、嬉しい、最近さ事務所受けてなくてさ、お手紙とかプレゼントとかさ受け取れてないから、なんか送ってくださった方もいるからちょっと見に行きます、え、ありがとう、楽しみにしてますね、またモチベ上がっちゃう、カイトくんハートありがとう、コーラくん団子ありがとう、あゆにりーくん桜餅ありがとう、なんか桜餅ってさなんか桜の味するよね、なんか桜餅って結構桜の味すると思ってたんですけど、みんなどう思う、ハレルン綺麗、え、ありがとう、ハレルン団子桜餅ありがとう、ただ落ちたコンタクトはそのまま入れないで、え、なんかちゃうよ、あのほんますいません、びっくりさせて落ちたコンタクトをそのまま入れて、なんか私の眼球に違和感とかあったらなんかそれはノーという感じで、正直問題あのさあの入れ直したんだよね、ガン出してあのなんかコンタクト洗浄機持ってきてたから、うん、なんかアイコンみたいなやつ、あ、なんかアイボンみたいなやつ、アイボンじゃないか、なんかアイみたいなやつ入れたんですよ、持ってきてたから、それになんかアイみたいな液があって、アイって言ってアイって入れました、目の中に、はい、さすがに入れてないですよ、うん、その落ちたコンタクトを見たんですよ、サーヤンとパセリはサーヤンとパセリは私の落ちたコンタクトが落ちる瞬間を見てて、もうやばくない、おもろいんだけど、で落ちたコンタクト拾ってですね、私頑張ってガンドして、はい、入れましたということです、ちゃん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 、ねえちょっとさ久々にさクリリンパツインテールをしてみたんですよ、ハーフツインを、どうですかクリリンパハーフツイン、クリリンパハーフツインどうですか、クリリンパハーフツイン普段なかなかやらないからマジレアだと思う、今日洗ったら大丈夫、そう洗ったから、桜の味、え、桜の味するよね、桜餅、トクトくん花びらありがとう、マナちゃん花びらありがとう、わためさんだるまありがとう、ルカちゃん花びらありがとう、え、本当に桜餅って桜餅しない、なんか桜餅ってさ米みたいな感じもするし、なんかつぶつぶ、あれなんでちょっとあれイライラする
桜餅アンチじゃないよ別に、桜餅アンチじゃないんだけど、なんか桜餅ってなんか食べたらちょっとイライラしちゃう。理由はなんかちょっと粒々が残ってて、ちょっとなんか潰しきれよみたいな、なんか桜餅に対してちょっとピリつき上げてますね私。だから桜餅はちょっとねノーなんです。うん、なんかつぶつぶがちょっとダメでね、別にね苦手とかではないんだけど、全然食べろって言われたら食べますよ。うん、食べますけど、なんかちょっとなんで潰しきらないんだろうみたいな、なんかなんでつぶつぶ残すみたいな。今さ桜餅を想像したらさ、桜餅の味がしたんだけどさ、なんかすごい美味しいね桜餅。なんか今めっちゃ妄想したらめっちゃ桜餅の味してめっちゃ美味しいって思っちゃった。ちょっとやばい。おはぎ大好きです。え、待って、今妄想したらめっちゃ美味しい桜餅。え、待って、甘い、甘いし、あの葉っぱのちょっと若干しょっぱさを感じるし、なんかお餅のなんか桜の風味ファンってしてきて、あんこのあの甘さ、え、美味しいんだけど、やばい、え、幸せ。いや、なんか桜餅の妄想したら口の中でめっちゃ美味しい。え、こんな美味しかったっけ桜餅。美味しい、最高すぎる、美味しい、美味しい。カイトくんドラマありがとう。ウラジオストクさんドラマありがとう。ウラジオストクさんグッドありがとう。こんばんは桜餅です、ありがとう。えぇ、ー、ウケる、絶対違う。桜餅、うんうん、桜餅の味しためっちゃ美味しい、やばー、とろつき上げる、メロついた、やばい、メロつき上げたメロつき上げた、やばい、ちょっと目が決まってきた、美味しすぎて。桜餅、桜餅は関東と関西ちゃうんじゃなかった、え、そうなん、詳しい、なんでそんな詳しいの。桜餅研究家みたいな感じで、もしかして、え、すごいな。食感好き嫌いあるかな、え、確かになんか若干好き嫌い苦手好きありますよね。クリーンパンも可愛いし、ゆる巻きでこう、え、そうなの、ゆる巻きしてるんだよ、見てくれた、嬉しい。ゆういちくんハートありがとう。こんにちは、ロコボコ魔法の水ありがとう。ありがとう、ハイボールかわいい、ありがとう。クリンプ似合う、ほんまに、え、うれぴーありがとうございます。関東はつぶつぶじゃないはず、え、そうなん、こっちがさあれなのかな、こっち側がさあれなのかな、なんかつぶつぶの気がする。ゆうとくんだるまありがとう。渡辺さん団子ありがとう。ゆうとくんハートなんこさんハートありがとう。作れるのこれゆっくり休んでくださいね、え、優しすぎかよ、もう嬉しい、優しい、新しいし、あ、なんか君になんかオラミシビなんかデボビタンでをプレゼントしたい、ありがとう。デボビタンだよね、デボビタン D だっけ、え、わかんない、カイトって呼んで、うん、いいよカイトいや、おもろい、なんか久々にこういうコメント来た、え、ちょっと初心に帰った気がするえ、名前呼ぶだけでいいの、全然呼ぶけど
こんばんは。はるるん桜餅ありがとう。デポビタン D じゃないの？リポビタン D、 あ、リポビタン D か。え、全然違うんだけど。え、デポビタン D って何？デポビタン D ってなんか おじいちゃんが言うの、なんかおじいかやん、ほんま。いけんわ、もうあかんわ。もう俺さ、今さ、俺実は21歳でさ、嘘、22歳で今。ほんまにやばい、もうおばあじゃわ。無理。ほんまにおばあだわ、もう終わり。デポビタンデー、もうこれでデポビタンデーからさ一生さ来ないやん案件、もう最悪、終わり、この世の終わり、エンド、バッドエンド、死んじゃ、死んじゃった、辛くて。誰か励まして、もうやんだ。デポビタンデーからで、まだまだデポビタンデーって、リポビタンデーからもう案件来ないや、励ましてください。辛すぎる、辛すぎてやんじゃった。南光さん、バラありがとう。もうダメだ。ウランチオーストクさん、ドラマありがとう。ピンモンにしとこう。あ、あり、ピンモンね、ピンモンならありですね。リポビタン、リポビタンで、もう本当にいい加減にして、ごめんなさい。マネスクハートありがとう。こんばんは。さん、関東つぶつぶとかじゃないの、初めて知った。まあ、タフマンがある。タフマンってなんだ、初めて聞いた。タフマンってなんですか、初の試みですね、初見です。それはルカちゃんハートありがとう。リブリネビタン D にしよう。あり。ありね、それは全然ありですよ。リネビ、リネビタン D ありですよ。リネビタン D ってさ、なんか私一回飲んだことあるんですけど、リポビタン D 一回飲んだことあるんですけど、美味しいね、あれ。なんかさ、小学校、あ、なんかさ、私小学校の頃にさ風邪ひいたらさ、おじいちゃんがさリポビタン D をねくれたの。そしたらお母さんが、あんたは飲まん方がええって言って飲まなかったんです、まだちっちゃいからって言われて。普通に風邪薬飲みって言われて飲んだんですけど、お酒だと飲んだらさめっちゃ美味しかった。はぜっち、花びらありがとう。台湾のキュウオさん、花びらありがとう。ハゼッチハート、ありがとう。今ほどフォローしても遅いぞ。あ、遅くないよ、遅くない。じゃあ逆にフォローしてください。じゃあ逆にフォローしてください。やばい、くしゃみ出そう。ちょっと一旦ストップで、この世、この世を一旦ストップ。くしゃみ出そう。ちょっとやばい。あ、行けました、どうにか。え？今日もさ、やりましたよ。外来。バイライやりましたよ、今日も。バイライやりましたよ、そういえば。バイライやりましたけど、今日。バイライやりましたよ、今日も。実は、実は。やってくれた人、はーい。当たり前か。バイライやりましたよ、今日。え、ねえ、明日さ、ゲーム配信するね。普通に配信もするけど。ゆうたくん、ハート、ありがとう。ありがとう。ウラジオストクさん、ハートありがとうございます。ゲーム進めてる、え、マジでありがとうね、めっちゃ嬉しい、嬉しいざます、嬉しいざます。まだインストールしてない。あれ、そうなん、え、ちょいちょいさ、いちいち言う必要あった、
インストールしてないよ。まだインストール言う必要あったそれ、うん、インストールしてからコメントしてくださいで、なんそれもうインストールしてよ、お願いだよ。ヤッホー、前回じゃありがとう。え、もうこちらこそ本当にありがとう、マジで。お話し会前回じゃ終わってくれてありがとうございます。本当にこれで思い出記録作れたよ、マジでありがとう。幸せでした。やっとこう倍来申請した。え、嬉しい。申請したってことはあれかな、もうさ本部レベル5までいったってことかな。え、ありがとうございます、進めてくれて。あのね、あのね、あのクランに入るまでの申請が最低15分あればできます。私はね10分か15分ぐらいできました。だからね、皆さんの貴重な10分と15分ちょっとお疲れになるんですけど、全部ここ押してここ押してって言われるから、ぜひやってみてください。てか入ってほしい、マジでお願いします。なんか個人で戦う系じゃないんですけど、みんなで協力する系だからさ、あれ私も今日話し会の終わった後とかね、移動の時間とかで結構やったんですけど、ちょっと明日結構頑張れますこんにちは。でかい犬に完売したねえ、かわいすぎ。私飼ったよ、でかい犬、でかいワンコ。じゃあワンちゃん、え、ワンちゃんかさ猫ちゃんかゲームしようと思ったらもう56分なんだけど、ありえない。ありえつまー、ごめんなさい、ちょっと牧野つくしがちょっと出ちゃいました。急に牧野つくし気質なんです実は。ありえつまー、ごめんなさいはい、ということでもう56分だから58分になったら何十分ね、ほんまにごめんなさい、うん、花より団子気質がちょっと出ちゃいましたたくたくんハートありがとう。初耳、初耳、本当にありがとうゆいちくんハートありがとう、ありがとうございます。デポペタンデイカ頭はらないね、俺もマジで俺ももうちょっとデポペタン、え、デポペタンデイだよね、あ、リポペタンデイカね、もう本当に分かんなくなってきちゃった、もう本当に無理、本当に。ダメだよ、りんちゃん今日話し会ってちょっとありがとう。え、こちらこそありがとう、楽しかったざますよありがとうございました。あ、ねえ58分来ちゃった、58分来ちゃった、ありがとう。たっくん結婚して、え、ちょっとまた考えとくね、もうちょっと嬉しいからは、はしもはた、ありがとう。じゃあちょっと男女見ます、ありがとうございます。13位ゆきめらちゃんありがとう、12位ゆめかちゃんありがとう、11位サジカルさんありがとう、10位りょくくんありがとう、9位けんちゃんありがとう、8位ハイボールありがとう、7位渡辺さんありがとう、6位ゆういちくんありがとう、5位ゆうとくんありがとう、4位ロコパコありがとう、こちらこそお話し会ありがとう。え、3位ベンジャケタルトありがとう、2位ハルルンありがとう、そして1位がドゥルルパンマリモンくんです、ありがとうございました。お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとう、楽しかったです。え、本当にこちらこそお話し会ありがとうございましたって感じ。皆さん今日ゆっくり休んでください。あの労働人生頑張った方お疲れ様でした。今日は来てくださった方もお疲れ様でした。今日撮った写真とかいっぱいメンションしてください。今日会えなかった方もまた絶対会おうね、ありがとう。配信さちょっとしかやらなかったね、ありがとう見てくれて。じゃあまた明日会いましょう。じゃあね、お疲れ様。この後あのちょっといっぱい見るから、あのいっぱいメンションしてください、写真とか今日撮った話したこととか。じゃあ、 あのインスタグラムの方で送ってくれたら見ますんではい、じゃあおやすみ、ありがとうございました。タワーもありがとうございました。じゃあみんなお疲れ様、ありがとうありがとうありがとうお疲れ様です。あ、もしかしたらインスタグラムと X のフォローよろしくお願いします。インスタグラムと X フォローしてね、はい、このルームのフォローもお願いします。じゃあおやすみなさい、ありがとう。
ありがとう。おやすみなさい。